Google Drive の My Drive をタップします。ファイルを選択します。ファイルの詳細が表示されました。オフラインで使用をオンにします。ファイルのダウンロードが開始されます。ダウンロードが終了しました。 オフラインで使用できるファイルは、ピンマークがついています。